こんにちは、キモノアナミネカと申します。イオミシロキオ。いやー、イベントが終わりまして、とうとうアビタがやっていきたいと思いますわ。第3章やっていきたいと思います。その通常をお見せしようかな。あー、今出てきてるかな、第3章。まあこういうわけで、なんだっけ、終わらない発情期を調査せよっていうね、第3章のねイベントが今やっております。まあガチャの方もね、この前やったんですけどね。まあそんな終わらないらしい発情期、やっぱあれかな、オメガバース的なものがベースになってるとは思うんだけど、まあ違うかもしれないということでね。その真相を確かめるためにアビタカはこの、どの国だっけ、この獣の国に行くことになったのであるということでね、今回、あ、やっぱアルファとオメガだから絶対これあれじゃん。やっぱオメガバースだろこれ。オッケー、絶対オメガバースでしょ。第3章アルファとオメガ、こうちゃんと見たかった。何これ、繁盛と野生ベルダンシャテック、というわけでね、本当にオメガバースの中を、その実態を確かめるため、アビタが一行はベルダンシア大陸へ、なんか行きましたっていうことで、パイスブランから始まるんだ、とりあえず。というわけでね、やっていきましょう。第3章の実況。ぜひね、今回もよろしくお願いします。さて、行ってみましょう。さて、今回ね、リュートが出てくるらしいというかね、リュートもピックアップに対象になったから、多分リュート大活躍の負けだと思うんですよ。アルファとオメガやっていきたいと思います。リュウとじゃあアルファとオメガどっちなんですかね。僕全然分かってない。コメント欄で、コメントでね、アルファとオメガつかさ、オメガバースのこと教えてもらったんだよ、リスナーさんに。やっぱ意味わかんねえなと思ったわ。僕逆として思っちゃう。なんか、申し訳ないけど、オメガバースの設定マジ逆かやと思っちゃう、僕は。だからハマれねえんだよな。いや、マジ、リュウとかピックアップとか絶対リュウと活躍だよ。僕絶対リュウとはね、大活躍するね。そんで、いやらしいシーンも見れるんだろ、誰突破始めるのか知んねえけどよ。もう、竜とか楽しみすぎて、もう本当、頑張ります。オブショニア帝国の崩壊と迷宮解放の知らせは、瞬く間に連邦中に広まった。その渦中いたのは、またも反流の戦士、アビタカとリオ・バルボロ。てか、この背景いいね。また第3章に向けてね、モーガンの別邸じゃん、これ。別邸なんだ。めっちゃ綺麗。こういうとこに住んでみてー。アビタカの父親であるモーガンは、その寿命をまたも減らすほどヒヤヒヤとさせられてる。もう、やっぱ父親。パパ、ほんといいやつだな、マジで。第0章で操られた時と大違いだわ。てか、ほんとに根底はいいやつと、根底いいやつか、そもそもいいやつなんだよな。あれ、操られただけだからな、0章の時は。帰宅早々、別邸を浴びたかと竜王一行に与え、しばらく、膝元に置いていこうと試みたのだが、やっぱり冒険したいと思っているのが、私、浴びたかです。これじゃ、箱入り息子になっちゃうよ。なばれ、これが冒険したぎるといかない。結構、こいつアクティブやな、外に行くの。僕はそんな外行かねえからな。投射費だよな。どうなんだろう。リスナーの皆さんと比べたら言ってるのかもしれないし、リスナーさんの方が言ってるかもしれないし、そこはぶっちゃけわからない。まあ、いつかそのあたりはまた雑談とか語ろうかな。こういう感じでよく外出るんだよね、とか。よく外に出たらもうちげえか。僕も、そういったなんか、アウトレット派みたいな、なんだっけ。インドア派じゃなくて、アウトドア派だな。面白そうなクエストがあったんだって。いいだろ。行こうよ。バラボラスの可愛いとこあんない。最悪。すいません。なんか、疫病神的な感じですかね。あ、それはある。じゃあ僕、アモレイ君と一緒に過ごします。なんだかお前から穏やかに暮らすなんていうのは、変な感じ。嫌な感じだわ。なんかさ、最近ポケモンの解説動画を、そう、嫌な感じで思い出したんだけどさ、ポケモンの解説動画を僕最近見るようになったんですよ。割かし、今のさ、ソード&シールドベースのさ、ポケモンアニメって炎上してんの？本当に。本当かどうかわかんないけど、炎上してんの？マジで。ちょっと怖いんだけど。すんげえボロクソ言われてさ、ドン引きだわ、もう。不満ってわけじゃないけど、バレだってたまにはどっか行きたくなるだろ？ならないのか。あ、いや、これならないっていうのは聞くことあんな。僕はさ、まあ、外っていうわけじゃなくて、人間関係の方でね、まあ、獣 YouTuber とお話することがあるんだけどさ、なんかもっとこう、友達とさ、いろいろ外出てだろみたいなことを言うと、いや、そもそもそんな友達がいないというか、友達がそもそも数えぐらいしかいないとか言われちゃって、みたいな。なんか、いい感じに過ごした友達なんて、みたいな。まあ、それやっちゃうと、またあれなんかな、とか。なんかね、やっぱ人によっていろんな人生があるんだって、つくづく考えさせるんですよね。あと、他にも、獣 YouTuber になったきっかけの人ってさ、みんななんか、獣のリスナーさんと囲まれてさ、もっとね、獣って自分をね、いろいろ知ってもらいたいとか、獣語りしたいみたいに言うんだけど、僕、その気持ち全然ないんですよね、マジで。うん、別にこれ一人で楽しめば一緒にだと割り切っちゃってるからさ、それはそれとしてみたいな風に思っちゃって、あんまそういう欲求はないんだよね。ぶっちゃけリアルの方が楽しいし。ごめん、話が逸れた。さすが、リオの島にずっといただけはあるな。インドア派さすが、あ、スタロン、お前こっちにいるんだ。お前も出てくるの嬉しいわな。お前なんでさ、アレクとスチルあんだ。そんなお前アレクのことがつけん。スタロンもそう思うよね。じゃあ俺と一緒にギルドに。
もうそういうことでいいんかな。まあ、アビタが最後の勇者だったって、そういうオチなんかな。そんなにアリック好きなんか、お前、あいついいやつだからな。でも誰かが困って家の依頼が来てるかも。てか、アリックさ、最近のアップデート情報だと、今度スキルがちゃんと使えてなかったらしくてさ、それ以前はさ、素質がうまく使えてなかったってさ、アリック、わりかしなんか不憫な思いしてるよな、システム面の方で。なんか、バグに苛まれてる、そんな気がするわ。周りか、僕むしろ人の目気にしちゃうんだよな。周りから嫌われてると思うと、正直ね、夜も一人寝れない感じだから、ぶっちゃけアンチとかいると、僕めっちゃメンタル削られると思う。無事は自体マジです。初期の頃アンチとか、まあ露骨にいたわけじゃないんだけど、毎回低評価5件くるもらったりとかしてさ、すんげえやつれてたな。ごめん、そんなやつれてもなかった。やっぱ所詮ネットだなって割り切ってて、リアルの方楽しんだ。申し訳ないです。え、そんな感じで見られたのか。俺はお前と出会った時からの方がずっと楽しいけどな。だからまたちょっとだけお前と冒険行きたくなったんだよ。結構アビタカっつうか主人公の方もあれだよ、バルボロスの方にわりかし心許してるよな。それじゃ買い物にでも行こうよ。市場を見るだけ、同時にしても買いに来てよな。もうそれお前がめんどくさくないよ。できてよ。どうだともアモレイに買いに行かせて。じゃあアモレイ君とデートするか。で、アモレイ君って一応ネズミ扱いなの、わかんねえな、コボルトの種族って。コボルトはコボルトっていう風に割り切ってるから、動物モチーフなんかあんまわかんねえんだよな。最初から自分で行けよな。ああ、もうそれじゃ揚げたてのドーナツ買いに行くぞ。アモレイ君と鉢合わせしねえかな。いやらしいことになりねえ。お前そのドーナツをお前の股間に装着してコックリングにしてるぜみたいな、ゴミ見てね、話になっちゃった。今日は交易船の来航日でもある、市場は賑わいを見せていた。バル見て、オブシドニアの迷宮のレリックだって。俺はオブシドニアの迷宮行ったことがないからな。バザーには多様な人種、そして様々な出身地から連邦に集まった人々が行くか。まあこれで、ね、こういったなんかフリーマーケットみたいな感じよね。お宅のみんなに説明したのはコミキみたいなもんだと思って、いろんなものがあるよっていう。獣に限って言うのはもうおめえらケモケットを想像してるわけで、それが分かりやすいだろうか、マジでふざけんなよ。急にブチ切れないでください。中にはもちろん、摩擦や喧騒も珍しくないんだが、摩擦はあれかなんかいろいろやると、スカベンジャー、お前、あれだな、あの、キマエラ的なあれだろ。そして、この十字出たー、お前、あの、エロレスファイトでも出てきたモブ。なんかさ、このタンクトップなんで破けてんだよ。お前、もっといい服を買えていてとか、お前もしか貧民街が出身かもしんねえ。そういった感じで、なんか、いろいろと、あれだ、うんかんぬんです。あ、やっぱ、キマエラだった。なんかこれスカベンジャーの方が悪いんじゃねえかなって言うんだけど、お前何の話してんだこいつは。はあ、出たマジでエロ同人誌で見たことある、こういうの。お前どこ行くんだ。いや、よく思っていいか、それはセクハラされたら断るの当たり前だろ。あ、キマイラの男の拳が十字の方をぶった、派手な喧騒を目の当たりにするのは久しぶりのことだ。てかさ、男のセクハラめっちゃこの作品で見るんだけどさ、あのメスとか女性へのセクハラはこの作品で一切見ないんだけど、女性に優しい世界だな。あのアナドサールの世界観は女性に優しい世界ですね。男として生まれた感じです。誰もがセクハラを受けたことがあるみたいな、そんな世界だかもしんねえか。痛いですって。何の話ね。今アモリの声がした。アモリ君がセクハラされてる。ははもう1話から飛ばすな、アナドサールの第3章マジで。仕方ねえな。じゃあみんなはね、ぜひ1話からだからね、見れると思うから、こういうのする方向に僕は行きます。僕はそのアモレイ君のね、勇姿を見ていきたいと思うんで、よろしくお願いします。行こう。じゃあ皆さんは、ぜひね、皆さんまた、なんか、あ、やっぱアモレイ君だった。みんな、自分で見れるだろ、第3章1話だと、すぐ見れるだろ、アモレイ。あ、はい。やべえかもしんねえ、音消そう。デスクトップ音声消したわ。そうね。いや、違う。こんな大きいドーナツ食い切れないですっていう、熊獣人だ。あ、種付けプレスで有名な熊獣人さんじゃないですか。ああ、やばい。どうしよう。僕の股間の流脈がすんげえ発達して、すげえあれだわ。エイドスがアナザーされちまうんだよな。マジで困っちゃうよな。アモレクやっぱ可愛いな。いや、わかんない。きっとドーナツで、もうこんなにドーナツ食えないですっていう、こんなにドーナツ食べれないでしゅーみたいな、そんな感じだったよ。うん。おっちんって出てきちゃったけど、気のせいです。ドーナツの隠語ですね。ドーナツの隠語がおっちっておかしいけど、ドーナツのことですね。よろしくお願いします。はい早いよ、1話から飛ばすな。はい。なんかこっちの方が多分ストーリー的になんかいろいろと、流れがありそうなんでね、ちょっとこっちの方でやっていきたいと思いますが、いろいろと画像処理はしてるんでね、よろしくお願いします。いやー、結論言うとですね、熊獣人に
腹ぼこされちゃった青森くんが見れました。ちょっとだけぽっこりとする感じ。あと、狐十字もいたわ。なんか、見学者みたいな感じでね。いやー、最高でしたねっていうことで。やっぱ腹ぼこはロマンがあるんだなって。僕はやっぱ腹ぼこはやめらんねえなっていう、そういう、いや、下ネタじゃないよ。下ネタじゃないかもしんねえ。腹ぼこは下ネタじゃないかもしんねえから。ほら、なんかもう、他に言うことはないです。はい、すいません。最高だったらやっぱ僕腹ぼこは大好きなんだよな。熊十字がやっぱさすがのね、さすがの聖剣エクスカリバーを持ってるというか、それともエターナルソードかな。うん、もしかしたらそういう感じかもしれない。話し合おうというわけで。あー逃げるな。ここ、あーこの狐十字もいいな。これもやっぱあれかな。小人前さんが手がけた形になるのかな。この方々が。じゃあイラストは小人前さんのイラストでしたね。はい。ムラムラ兄弟、また出てきそうなんかな。ちなみにこいつら盗賊の冒険者らしいよ。盗賊の冒険者って意味わかんねえよな。盗賊自体犯罪者。犯罪者！まあ、主人公、アモレ君がね、帰りが遅くなったら理解したということでよろしくお願いします。まあ一応念のためちょっと、もう一つのルートを見てみるけどね。ちょっと行ってみよう。はい、戻ってきました。さっきのね、別ルートの健全ルートの方行ったら、普通にあのなんか、キマイラと、さっきの牛獣人が取っ組み合いになりそうみたいなところで、俺たちはずらかろうみたいな、こんなん見たくねえみたいな感じになっちゃいましたが、それはそれとしては、このバトルの方で、市場の至るところで小競り合いが始まったようだ。矢島に囲まれる前に脱出よっていう、まためちゃくちゃな感じになって、結局起きるんかい、乱闘か。というわけで、ね、そんな感じだったっぽいんでね。今回ベンチメンバーズをこれからね、また使ってきた分。あとね、そうだよな。ニトロがね、今回のね、あれだ。アップデートで、このように見てください。ニトロがですね、ランクアップできるようになりました。股間がもうだいぶ露骨になってるんだけどね。まあ、結構ギリ健全だから、これ。ギリ健全だから、まあ、こんだけなんかこうやって、股関節部分をね、締めたら、それなんか出るもん出ちゃうわな、みたいな、そういう感じなんですけど、それはそれとして。まあ、健全だからね、そう。別に健全、もっこりぐらいは健全だから許せ、サスケ。サスケよ俺の俺をどこに俺を、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、ベンチメンバーズ。あとはね、アニマとね、サルトビも入れてみたわ。これちょっとやってみたいと思うんでね。てか、アニマがね、結構エレンさんと同じ回復範囲なんだよね。とうとうエレンさんレギュラー落ちするか。ちょっと悲しくなるな。まあ、アニマがどんぐらい強いかによりけいなんだけど、ちょっと。もしかしたら、あー、で、この BGM なんだ。あー、まあ、これはまだまだ楽。左から出るか右から来るか。わかんないけど、まあ、右に置いといていいだろう。アニマがね、エレンさんと同じ回復範囲だからね、ここに置くだけで、両方回復できるっていうのがありがたいですね。そして残念ながら僕の予想は外れて左から出てきてしまいました。間に合うことならコルカを配置したい。間に合ったんでコルカ配置します。よし、間に合え。そしてさらに敵が2体来ちゃったんで、これは結構まずいですね。なぜかというとコルカのブロック数じゃこの2体が飛んでっちゃうわ。まずいって、まずいっぴ。というわけで仕方ないんで、あ、いや、間に合え。 OK、 ギリギリ間に合いました。ダインを配置した。ラスト、じゃあね、早くね、スキルを貯めたら、スキルじゃねえ、コストを貯めたらね。よし、アニマをね、出してみようか。アニマはこの辺配置でいいかな。これ、どこでも回復できる。回復量とかもね、様子見てみる。アニマ、こんな言ったりするよね。まあ、なんか踊り子っぽい感じで、結構回復役っぽいんだよね。確か回復するんだよな。そうそう。で、なんか、深淵の芽吹くっていうスキルがね、回復をね、内容消化するってよくわかんない。もしかしたらあれかな。半蔵と似たような感じで、なんかそういった召喚術ができるって感じかもしんねえ。わかんないけど。もしかしたらそうかもしんない。で、こいつ、サルトビは何をできるのかわかんないんだよ。なんかトラップを配置するらしいんだよな。で、どこにでも配置できるらしいんで。で、特殊なね、向きをしてるんだよね。トラップを配置ってなると、まあ、こうやって真横にやって、こういう感じで配置するのが一番いいのか。いや、微妙だな。もしサルトビを生かせるような配置にしてんだけどさ。あ、こういう感じがいいんじゃないかな。いや、難しい。サルトビ使い方が難しいな。サルトビの効果もよくわかんねえしな。適当にこの辺で配置。あ、サルトビがわからん。マジで。ポテンシャルがどんな感じなのかわかんねえ。まあ、これが一番いいかな。じゃあ、これにしよう。だからサルトビはどうやら。あ、普通に遠距離攻撃やった、サルトビ。なるほど。まあ、今、アニマ1人いればね、おで、スキルを使用するので、攻撃範囲で2位のマス。あ、これでタップして、ないと、ああ、こういう感じで、回復をさらに置けると、え、強くねめっちゃ強くねこれ。じゃあ、遠距離でニトロ、ランクアップしたニトロをね、見てみましょう。そして、このナイトが邪魔だな、ちょっと。ナイトがぶっちゃけいらねえな、これ。撤退させていいけど、撤退させられねえや。体力一応あるんだよな、もう。あ、やべえ、ここにニトロ配置したかったのに、しかない、まあ。ランクアップニトロが見たいっていうのもあるから。まあ、ニトロは撤退は後で、ね、辞さないってことも考えて、ここ配置しよう。ニトロは、あ、なんかちょっと衣装が派手になった、ちょっと。気のせいだったら申し訳ないけど、ニトロがちょっと派手になった説があります。黄色ベースなのは変わんないんだけど、あ、で、さらにトラップができる。
3種類のトラップの中からランダムに選ばれたものを使えるっぽいんですよね。月をしゅやるには2位のとこに配置で、これでトラップ配置すると、あで普通に遠距離攻撃だ、最初に普通に遠距離攻撃してるけどトラップができるわ。で3種類の中からトラップっていう、その3種類が分からないから結局何をしてくれるのか分からないんだよね。そこはちょっとね気になる点ではありますよね。よしよし、まあ、あと1人ぐらい配置できるからな。どうしようかな、竜とか突破される時を考えて、アレックも念のため後ろに入って、アレックはねちゃんとあのあれだから、アップデート、アップデートの関係でちゃんとスキルとか素質も今のところ使えるはずなんで、それに期待をかけてねやっていきたいと思います。ラスト、まあじゃあこの布陣でいけば、まあ、あとは無敵かな。え、エレンさんレギュラー廃止か。いやこのナイトコがなんかな、スキルとしてパッとしねえんだよな。エレンさんのシンプルに自分の攻撃アップして回復力も増やすっていう方が意外とシンプルイズベストかもしんねえんだよな。きたきたきた、気持ちよくできそうだな。いや、いやこれは下ネタじゃないからね、よろしくお願いします。お、来た、十字の決ま、リュート来い、リュート来い、リュート来い、まあ頼む、パート1でリュート来るだろう。アナドサールやってくれるな、アビタカの期待に応えてくれ。まあ正直リュートが出なくてもそれは仕方がない。なぜアビタカだけがやってるゲームじゃねえから、そうやっぱ大衆にね、そうアビタカなんていうマイノリティのやつに受けを狙うよりも大衆に受ける作品がね一番いいと思うんですよ僕は。それでもね、そんなアナドサール君、君のことはね飽きない限りは好きでやっては言っとく。てか飽き、最初から飽きないうちはやっときますって言ってくる。だから何やかで僕も半年実況してんだもんな。アナサール何やかで半年続けてるもんな。僕、そしたけの中でわりかしなんか続いてる方なんだよな。あの前のハーフアニバーサルのね、動画でも語ったけど。ウェルダンシア大陸、アビタカ一行が連邦の獣人キマイラの種族化の因縁を目の当たりしたところ、獣人たちの集会所、キマイラの族長指導霊と、トラビトのプージが獣人たちに取り囲まれていた。多分、ちょっと場所を変わって、大陸の方に行ったんで、ね。獣人たちの聖域でもある、獣人たちの聖域でもある集会所のはずが、キマイラを目の敵とした獣人と一触触発の雰囲気だ。で、なんか、あれだったね、前の、結構初期の頃やったサブ系の話によると、獣人とキマイラの方で、なんか衝突があるっぽいよね。で、リュウトがなんか、いやー、大変やみたいな感じだって、ほら、なんか、劣化、お前やめろよ、マジで。お前、キマイラ差別はいけないぜ。この世界で獣人と人間が付き合ってこうなしたら、キマイラが出てくるってことなんかな。調停はしようとしたらなんかいざこざがある。第3章でこのねキマイラと獣人がねいい感じになってくれたら嬉しいよな。そうそう、フォルテどうなってんだ。ことを掘ったらキマイラと獣人が森で起こした騒動だ。容赦がそれぞれ相手の火をあげ、怨念怨恨を持ち帰った。なんか開業がおかしくないですか。アレサの火種が拡大する前にと手を打ったのはシドリのそばだ。これもちょっとあれかなんか変に開業入ったのがさっきのセリフと一緒にやろうとしてなんかいい感じ変な感じになっちゃったのがどうなんだろうね。危険を顧みず、獣人の族長フォルテを求めて訪れたんだが、おアニマ来た来た。それアニマ、アニマは割かしとなんかキマイラのことも好きみたいな感じらしいんだよ。え、てか待って、アニマなんかここに陰謀みたいなのありません、ね、お前それが思い浮かばす的あれなんか。そしてフォルテ、あの、これね、だからどっか、あれだ、サブ系の時に語ったんだった。サブ系の時も語ったけどね、まあね、獣の中にはさ、サル獣人とゴリラ獣人に限ってはちょっと抜けねえやみたいな話があると思うんですけど、僕はわりかし生きるタイプです。サル獣人もゴリラ獣人も立派な獣人です。やっぱ中に人間に似てるからっていうのもあるけど、いや、僕はなんか、まあ、ちょっとだけ似てると言われる似てるけど、やっぱりあれだよな、みたいな。やっぱちゃんと動物モチーフで獣人だよなと思うから、僕はゴリラもね、サルもいけるっつうかね、そんな感じです。よろしくお願いします。だからフォルテで抜ける。よろしく。そんなフォルテ、それまだあれか、今回ピックアップで出てないとこは多分まだ実装されてるんだよな、フォルテは。フォルテのスチールが見てえな。それアニマはまだスチールねえんだよな。客人を酒飲むってもうめちゃくちゃじゃねえか、この。あ、リュウトか?リュウト来るか?多分酒飲んだそんなやんちゃなやつはリュウトだ。フォルテが出旗を帯びた獣人の元へと向かうと手当たり次第に原骨を浴びせる。いや、クソ、リュウトはまだか。族長に萎縮はするもの、酔っ払った獣人とフォルテはすぐに取っ組み合いの乱闘になった。え、フォルテはフォルテ何やってんだ。まとまってねえな、獣人のとこも。意外とやんちゃボーイが多いのか。あ、結局お前らも喧嘩すんのかも。何やってんだ、お前、マジ、なんだっけ、シドレーだっけ、シドレーじゃねえや、こいつ。まあいいよ。アニマか、そうだな、逆にキマイラの方に行ったら、キマイラは別に獣人のこと差別はしねえからな。やっぱ獣人やっぱあれだな、殲滅すべし。あ、それはそれでダメなんだ、キマイラのところで。やっぱキマイラダメだな、やっぱ獣人差別よくないって。キマイラメスべし、やっぱ人間しか勝たん。
結局似たような状態なんか、それが終わりの発症期ってことなの。あ、そういった呪術の決まりとして何があったの。そこがオメガバースと関係するんですか。みんななんか生理が来てますみたいな感じなんだ。てかオメガバースにする病気が流行ってるのか、なんかそういった病気とかそんな感じだ。ほらもうなんかわけわかんねえ、何え、絵になっちゃっててどういうことだ、意味がわからん。これがオメガバースですか。またなんか変な話になってるよ。何つ、誰とやってるんですか。どうせメスじゃねえんだろうな。いやもう、もうとうとう本編からして同人誌の匂いがプンプンするぜ。こいつはくせえやろ、同人誌の匂いがプンプンするぜ。まだまだこのぐらいのセリフは男子高校生のお話みたいなもんだから、まだセーフです。みんな、あ、そういうこと、発情期になってるみたいな。これも病気的なあれなんかな。その時従順人がシドリに向かって拳を振り上げ襲いかけて、いやこれ発情期っつうか、なんか違うな。なんかいろんな感情があれかな、暴走してるってことなんかな。そういった性欲は暴走するやつもいれば、喧嘩っぱや暴力みたいな、そういった物欲じゃないという、まあなんかいろいろと欲が発散できてないみたいな、そんな感じだと思います。シドラは寸前のところで身を交わしたんだが、一番やり続き、獣人を目がキマイラの二人になだれ込んだ。やっぱ獣人やべえな。やっぱ獣人は、やっぱメスべしだな。うん。僕はもらっとくからよろしく。というわけで、獣人とキマイラ。ジャングルの集会じゃ真っ昼間から大騒ぎ。酔って暴れる森の獣人たちを落ち着かせよう。え、じゃあこいつらみんな獣人だったりするんですか。よし、あ、お前レッカーか。ごめん。なんかね、レッカーの名前たまに忘れちゃうんだよな。なんでだろうな。そんなレッカーのスチールもいつか待ってるんでね。楽しみにしてます。よろしくお願いします。ガチムチの鹿なんて珍しいかな。さあ、やっていくぞ、リュウト。左と右どっちか来るのか分かんないけど、いや、リュウトこんな、あれな、後ろにしなくていいや。もうちょっとお前。よし、お、左から来た。今回ガチャ。左から来ると気をつけろ。前、わりかし言ったもんでしょ。まあ、それはいいとして、あとは、じゃあ、レッカーも配置する？いや、右に配置、あ、今日左めっちゃ来るな。じゃあ、ちょ、レッカーも配置しとくか、こうやって。これで、レッカーで一気にバンバンする。オッケーオッケー。レッカーで HP 減らしたところをリュウトをとどめさせて感じにすれば、ブロック2でも出てたり、あ、ってか、普通終わった。いいね、レッカーは結構攻撃スピードがわりかし速いのか。あ、で、右からも来るの気をつけろなんで、こういう時は誰配置するか。そうだな、せっかく獣人の森ってわけなんだからさ、ここは、あれじゃないかな。よし、ハルクで行こう。じゃあハルクもさ、今思うとさ、イベントの方あんましあれだったよね、活躍なかったっつうか、ちょっと冒頭出たぐらいでね。ちょ、今回のイベントって本当にあれだよね、ルガロとバントゥに焦点当てすぎてて、ちょっと他のピック、本来ピックアップになったキャラクターがちょっと今回活躍が少なかったかなって印象ありましたね。他のイベントでわりかしなんかね、少人数っつうか、なんか結構いろんなキャラクターに、ね、焦点が当たったりとかしたんだけどね、今回は本当にルガローとバントゥに焦点が当たりすぎて、ちょっと他のキャラクターがね。あ、てかこいつらあれじゃね、さっきのあの村村兄弟じゃねえか。村村兄弟来やがった。お前ら、お前いるもんなんか。なるほどな。じゃあしかし、こっちの方で遠距離で盗賊、盗賊じゃねえや。ちょ、あれだな、なんかわりかしサルトビは特殊な、特殊すぎる。サルトビも前に出しちゃいそうなこと。どうせもう星5で強いだろ。星6だっけ、どっちだっけ、忘れたけど、一応一人だけブロックできるんだったらサルトビ前に出してもいい気がするんだよな。で、それはそれと、あ、なんかトラップ仕掛けられてる。何、あ、さっきの盗賊やったんかもしれない。僕だってトラップ仕掛けた記憶ねえもん。いや、ちげえ、これ、出現時、周囲2マスのうちのランダムの位置に罠を1個設置、自身の攻撃力がランダムに上昇。ランダム設置、ギャンブルかよ、こいつ。そして、ここでしょ、誰も来ねえよ、こんなとこ。ちょっと微妙なところにね、来てしまったということで。あ、でも、あと、あれな、キャラクターも、あんまり配置がしきれなかったきたから。よし、じゃあ、今回もアニマを出していって。アニマ？アニマの回復範囲、立派すぎね。よし。このトラップってもしかして味方に効果があるやつなのかな、もしかして。だとしたら何をしてくれるのか分かんないけど。このトラップ、まあ謎すぎるな。あの、ゆっくり実況者さん、うん、実況者がいるっていうか、そのゆっくり実況者がいるってわけなんですけど、まあ、そういった部分もありましたね。僕も確かまあそう言われると、ちょっと1個目と2個目のイベントみたいに、ね、なんかピックアップキャラクター、その時イベントに登場するキャラクター、いろいろ焦点が当てられてくれたら嬉しいなとは思ったりしてたんですけどね。あれで待ってる。バントゥって言ったっけど、バントゥじゃねえよな、今。ルガローとバントゥじゃねえよ。あれなんだったっけ、ちょっと。バントゥじゃねえよ。バントゥはあの、なんか、
キモい山賊のおっさんだった気がするわ。なんでもう割りかもっと遊ぼうで。ちょ、ごめん、ま、ちょっと忘れた。ちょ、すいません、ちょっと確認してきました。バントゥーじゃなくて、バシカーだったわ、ちょっと。でもなんか、バから始まるって覚えたんだけど、なんかバントゥーが出てきてた。バントゥーはなんか、馴染みがあるからな、何度も出まくる。ダブリがもうすごいから、もうめっちゃあの記憶があるから、バシカーだよ、バシカー。そう、ルガロとバシカーに焦点当てすぎたよな、っていう部分がありますね。というわけで、まあやっていきましょう。先のまた集会場もはや手がつけられない状況だ。こちらも負けずに暴れ回ってエネルギー発散しようってことでね、やっていきたいと思います。まあ、今回はここをクリアして終わりにしようかなと思いますんで、よろしくお願いします。さっそ、じゃあ、獣人たちを落ち着かせて、アビタが今日もゆっくりとお休みさせていただきましょうか。今回はわりかし戦いやすいところだと思う。この辺のところに配置すればさ、もうあれだよね。なるほど。こっからも出てくるわけで、ね。まあ、早くあれからアニマを出していきたいところってあるんだけどね。ちょ、いい感じで配置はしてきてな。まあ、なるべくアタッカー入れたいところだから、ここはハルクとか配置した方がわりかしいいような気がしますね。こうやって配置して。やべ、もう、と思ったら上か。上3人出てくるか。こいつは厳しい戦いになったけど、竜と一人倒しきれるか。あー、ぶね、ギリギリなんとかなった。とはいえ、これも長いはできねえな。あ、てかもう竜と死にかけてるし、あぶな。やばい、今回割りかし攻撃力高いのか。いや、てか意外とこの熊獣の攻撃力は高い説濃厚だな。はー、ちょっと、しかもキャラクター全然置けねえ。あと4人か。ちょっと上はまあ竜とで意外とご利用せると思うからさ。どうしよう、コルクやかアリックだな。アリックでもうさっさと攻撃決めちまうか。あ、待って、ここ、回復範囲じゃねえや。あ、でも苗を置けるから。いや、待って、と思ったけど、今度、アニメが割りかし怪しい気がする。大丈夫か体力的に。アニメ回復しなくない？あ、自身の回復、あ、意外と回復するわ。あれか、ロマネス的な感じな。ロマネス的な感じで回復力どでけえやつだ。回復のね、あれだ、回転率はそんなに多くないって感じ。エレンさんとはまた違った感じですね。エレンさんはね、回復量はまあ、ぼちぼちなんですけど、結構あの、回復の速度と、あと素質でそもそも全員が回復できるってのもあるからさ、結構エレンさんもエレンさん強いんだよな、星さんなのに。そういう点ではちょっとアニマと差別化を図られてるから、結局どっち使おうか悩んじゃうところでありますよね。だってこんなところせっかく配置したんだから、これでもう、あれだな。もうここ一帯は、ニトロのね、拠点にしよう。それがいいと思うわ。上でリュートだけでいいかもしれないけど、ちょっと、まだ心配部分あるからさ、ちょっと誰かしら配置はしてえな。遠距離キャラクターが僕今回この組み合わせ少ね。もう遠距離キャラクター全然入れてえな。ちょ、一応レッカーこっち配置しとった。キマイラと獣人の共同戦線と行こうじゃないの。おー、これが共存ってやつですね。よろしくお願いします。で、多分上より下が来るのかな、更新様子を見ると。あと、キャラクターの気並み全員回復範囲、まあ、アレクはないとこの方で回復範囲に入ってるからいいとして、まあ、わりかし全員回復範囲に入ってるから、あとは下の方でね、なんかさらにやりてえなと思うんだけど、どうしようかしらね。キャラの配置的にも、これが、つうかこれが限界状態だしな。これ特殊な配置だからやめとくか。そうだな、なんか、結構下から色々出てくるから、遠距離キャラクター置けたり、あ、じゃあ半蔵でいいじゃん。半蔵が、やっぱおめえが耐久だよ、本当に。白色半蔵、レッツゴー。めっちゃ敵出てきて、半蔵ここで消し出してくれ。で、ニトロも爆弾にいなす。オッケーオッケー。これでいなしていく。あ、レッカー下の方が良かったかもしんねえや。半蔵こっちやって、レッカー下の方がワンチャン10あった説あるけど。あ、けど、まあ、こいつら HP 低いから、割かし倒せるっちゃ倒せるわな。うん、順調に進んでますね。余裕余裕。じゃあ、これもさっさと差はね、早送りして。まあ、アビタカをね、うまいプレイングを皆さんね。惚れ惚れとした状態でね、今回は終わりたいと思いますんで、よろしくお願いします。うんうんうん、もう終わりだ終わりだ。よし、というわけでね、今回もご視聴ありがとうございました。アナザールジックね、第3章、今回もね、楽しみでおりますんでね、ぜひね、皆さん、今後ともね、よろしくお願いします。以上、アビタカでした。またね、次回のアナザール実況、また他の動画もぜひ見てください。いろんなこと、いろんなことっていうか、ゲーム実況なんだけど、ね、最近デジモンとかのね、実況もやったんで、もしよかったら、ぜひ見てくださいね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。